皆さんこんにちは、シャルムです。私の最近の悩みの種はですね、朝なかなか起きれないことですね。もう布団にね、ずっと潜っていたいっていう思いをね、断ち切ってね、起き上がらなきゃいけないんですけれどもね、今働いてないことをいいことにですね、随分と朝寝坊をしております。朝起きて顔を洗ってテーブルの上を片付けて、着替えるっていう日々の営みを送っておりますけれども、私もね、まだね、自分のライフスタイルが確立されたわけじゃないんですよ。モーニングルーティンとかナイトルーティンやってますけれどね、毎日のね、ルーティンが確立されてるわけじゃないんです。まだ私もね、試行錯誤してる状態なんですよ。夜はね、8時にはベッドに入るようにはしてるんですけれども、8時じゃとても家事がね、終わってないっていうこととかもあるんですよね。だからそういう時は夜寝るのが10時過ぎぐらい。ね、遅かったら11時ぐらいになる時とかもあるんですけれどね。はい。まあね、私もね、これが私のライフスタイルですって言えるようにね、規則正しい生活を送っていきたいかなというふうに思っております。喉が渇いたので麦茶を飲みます。麦茶を飲むのはこれが最後ですね。はい、最後のね、一袋使っちゃいました。麦茶って全部で57パックぐらいありますよね。57袋あるのかな ?1 パック。はい、それ全部ね、昨日使い切りました。はい、これからはね、オフ会に参加してくださったねねさんからいただいた黒豆茶やほうじ茶をいただきたいなというふうに思っております。で、コメントなんですけれども、皆様からコメントたくさんいただいてるんですけれども、私がね、ちょっとなかなかね、コメントの返信ができてないんですよね。ほんとね、申し訳ありません。せっかくコメントくださってるのにね、返信が遅れてしまって、ほんと申し訳ないと思っております。ね、私もね、毎日動画撮影して編集してますとね、なんかもう編集に追われてね、なかなか、コメントの返信まで追いつかないのが現状なんですよ。本当申し訳ないと思っております。皆様からね、いただくコメントっていうのは本当ね、温かみがあってね、私のことを励ましてくれたり、慰めてくれたり、私の生き方、考え方に共感してくださる方、たくさんいらっしゃいます。本当ね、もう視聴者様、もう私にとって本当ね、世の中で一番大事な人たちなんですよ。はい。その方たちからね、いただいたコメントなんでね、返信させていただきたいとは思ってるんですけれどもね。まあ、何せ私も動画編集ね、やるのがちょっと時間かかるのもあったり、あと、まあ、こうやってね、生活しておりますからね、家のこともやらなきゃいけないっていうのでね、定職にはついてませんけれどね、結構私忙しくしてるんですよね。はい、コメント返信させていただきますので、今しばらくお待ちください。はい、それでコメントの返信の続きになりますけれども、私ね、以前自分が変わらないと決めたことっていう動画を配信させていただいたことがあるんですけれども、その時ね、ある視聴者様からね、いや、シャルムさんはもう随分前から変わってしまったよって。だって前はすぐコメントに返信くれたけど、今はもうすぐに返信くれなくなったものっていう風に言われたことがあるんですよ。すっごくショックでした。うん。もう今ね、さっき申し上げたように、もうたくさんの方からコメントいただいてね、ほんとね、すぐには返信はできない状況なんですよ。うん。で、返信するのがね、遅くなったから私が変わってしまったって言われちゃってね、って私としてはね、視聴者様に心を砕いてね、接してるつもりではいるんですけれども、まあそのようにおっしゃる方もいました。
はい。でもね、私はもう視聴者の皆様に対するね、恩と言いますかね、そういうね、感謝の念っていうのはね、忘れてないつもりですので、本当ね、私にとって一番大事なのは視聴者様です。はい。では、これからお化粧をしたいと思います。私は普段は、神社にお参りに行くときはすっぴんで、日焼け止めクリームだけを塗るっていう感じなんですけれども、今日は動画を回しておりますので、視聴者様に失礼のないように、お化粧をしたいと思います。で、私の体調なんですけれどね、まあ相変わらずですわ。もうちょっと気分が塞いだりとかすることとかもありますね。まあそういう時はね、病院の先生からいただいた、不安になった時に飲みなさいよっていう、頓服があるんですけれども、それを飲んでますね。それを飲むとね、不思議なことに元気になります。薬の力は偉大ですね、ほんと。でもあんまりね、頓服とか飲みたくはないんですけれどね。はい。で、まあ私、動画をね、毎日、日曜日以外はね、動画毎日配信させていただいておりますけれどもね、正直ね、そのプレッシャーがね、ないかって言ったら嘘になりますね。プレッシャーはね、正直あるんですよ。っていうのも、以前ね、視聴者様からね、単調な動画ばかりで面白くないっていうふうに言われたことがありまして、で、それが結構ズキッと来たんですよね。うん。まあ確かに面白くなかったよなっていうふうに思ったりとかしたんですけれども、私もね、視聴者様に喜んでいただけるような動画を作りたいとは思ってはいるんですけれどもね、なかなか私の力不足でね、ちょっと単調な動画だったり、動画のクオリティがあまりよろしくなかったりするかもしれないんですけれども、まあでも視聴者様皆さん優しい方ばっかりなんでね、無理しないでねっていうふうには言っていただいております。本当ね、無理しないでね、頑張りたいんですけど、無理しないで頑張るっていうのもおかしいかもしれませんけれども、はい、私なりにね、最善の努力を尽くして、皆様に喜んでいただける動画を作りたいと思います。はい。いつもね、応援してくれる皆様、本当にありがとうございます。これからもね、私の拙い動画見てくださって、本当感謝しております。はい。これからもね、ご視聴よろしくお願いいたします。はい。では、毎朝の日課となっております。神社のお参りに行きたいと思います。もうね、私にとってこの神社はなくてはならない存在なんですよね。もう私のね、心の苦しみとかそういうものをね、救ってもらったような、そういう思いがあります。はい。もう神社でお参りさせていただくことが本当に私にとっての精神安定剤になっておりますね。はい。よその神社には浮気しないで、この神社一筋にお参りしております。相変わらず部屋が散らかっておりますので、片付けております。いよいよ来週なんですけれども、私のお友達のさあちゃんとわいこさんが、遊びに来てくれます。遠くからね、お二人とも来てくださるんですよ。で、私の部屋にもね、お招きすることになっておりますのでね、もうね、全力で片付けなきゃいけないなっていうふうに思っております。うん。バイコさんとサーちゃんなんですけれども、神戸でオフ会を開かせていただいた時にご参加いただきまして、お友達になりました。はい。会うのは半年ぶりですね。その神戸のオフ会以来ですのでね。はい。まあこうやってね、オフ会を通じて、新しい友達が次々とできていくっていうのを私は本当に幸せ者だなと思います。で、このお部屋なんですけれどね、まあもともとね、さーちゃんもワイコさんも私の視聴者様ですからね、私の部屋を動画を通してね、見てると思うので、もちろん見てますよね。
こんな感じなんだってがっかりされないようにね、きちんとね片付けてね、お客様をお招きしてもいいような状況に、作っていきたいなというふうに思っております。で、まあさあちゃんとワイコさんなんですけれどね、遠方から来てくださるっていうことでね、二人とも尾道にねすごく関心があるみたいなんですよ。で、私ね、尾道、自分で言うのもなんですが、割と詳しい方ですのでね、尾道の街をね、観光客の方じゃわからないような、尾道の街をね、ご案内させていただきたいなっていうふうに思っております。まあ、尾道といえばね、最大の観光スポットといえば、千光寺っていう大きなお寺があるんですけれどね、それはね、ロープウェイに乗って、行くお寺なんですよ。山の中にあるお寺です。で、あと千光寺公園っていうのもあるんですけれども、そこは春になると桜の名所100選にも選ばれてる、桜の花がね美しく咲いてる千光寺公園っていう公園があるんですけれども、まあね、桜のシーズンだとね、もうほんとね、大変ですからね、なかなかね、ロープウェイも長蛇の列ができておりますからね、なかなか、行けないんですけれども、はい。千光寺、お寺見てもらって、あと私のね、お気に入りのお店、尾道の商店街の中にね、いろいろあるんですよ。あと、アイスクリームの美味しいお店ね、尾道詳しい方なら、あのお店ねっていうのわかると思いますけれども、アイスクリームの美味しいお店、それかね、新しくできたね、ピンクのね、カフェに連れて行くか、いろいろね、考えておりますね。はい。さあちゃん、ワイコさん、楽しみにしておいてください。私がね、素敵なおもてなしツアーを行いますので、はい、楽しんでね。待っといてください。私もとっても楽しみです。はい、まずは一息ついて、コーヒータイムにしたいと思います。はい、今日ね、モーニングルーティン見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。私もね、ライフスタイルをね、どのように確立するかっていうことをね、日々考えております。はい。というわけで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。シャルムでした。